グローブで左手を首を打つんですよ。首でグローブで打つとらみんな外されちゃうね。面白い。手でいい、手でこれ効くんだよ。このね、この手の広げたままバチーとこぐってみな、あーって言うから、うん、ね、このままでバーンバーンってダーンってあの左手を打ってやるのね。するとね、これ意外に器用なんだよ。ここはね、立ったあの関節がここよりもここの関節っていうのは小さいもの触る感覚ですごいの。だから脳みそがここっちはすぐ無意識に行くの。打とうと思った瞬間に当たらない。触ろうと思う、うん、触る感覚だけど、ここの縦の筋肉ね、首の筋肉で縦なんですよ。だから横のこの強さに耐えられるの。ただ縦の筋肉に入っていくっていうのはあの入っていっちゃう。だからこのくらい入っていくから、うん、そうすると、うん、食ったやつはあーって言うよ、うん、やられたって。だそういう面で、今あの大作先生いろいろやんだ筋肉 この細胞とか、縦の筋肉と横の筋肉の強さがあるから、首は横には強いけど、この縦の筋肉に、ね、入っていったら全部入るから、うん、それも一緒だよ。体、体重をね、空振りしたら行くような体重を。それも接近戦のテクニック。